殊だったので、やはりこうお話を聞いて、そのまあ荷重のかかる部分によって、使っているクッションなどを変えてみました。例えば膝置き、あとはそのこういったの足置きという部分には、やはりお客様の荷重がすごくかかる部分だというふうに伺いましたので、高圧縮のウレタンチップが本当にぎっしりと詰まった至りにくい素材のものを使っています。一方この胸元というか、お客様がこう被る部分に関しては、やはり柔らかさというか、ソフトさをつけるために、ワッティングという綿状のものと、あと先ほどのこちらのウレタンチップよりは柔らかめの、クッション素材を三重構造にして、至りにくくてでも、ちょっと当たりが柔らかい、そういった構造を心に受けました。あとは医療用というか、そのやはり汚れたりするときに着やすいように、やはりビニールレザーでも、そのやはりこう高級感のあるちょっと牛革のような仕様のものをピックアップして、そちらからお色を選んでいただけるように、こちらの方でちょっと考えてみました。苦労したのはこの金物なんですよね、はい、これがね本当にもういろいろ探してようやく見つかったという形でね、まああとはそんなにね難しいところはないんですけども、まあただほら実際に使ってね、使い方がこううまくいかないとかってんでこう手直しして、まあ、それでまあ最終的にこうなったっていう形ですよね。まあいろいろ全くね知らない世界のものだから、そうですよね、いろいろ試行錯誤していただいて、初めて見ましたからね、はい、すごく感謝しております。